マーク・ウェイン・クラークはアメリカ陸軍の軍人で最終階級は陸軍大将である。第二次世界大戦ではフランス領アフリカへの侵攻を行った統治作戦での活躍が最も有名である。1896年5月1日にクラークはニューヨーク州サケッツ・ファーバーで誕生したが幼少期のほとんどは父親が駐在していたフォートシェリダ団のあるイリノイ州で過ごした。 母親はユダヤ系ルーマニア人の娘であったが、クラークは陸軍士官学校在籍中に米国政公会から洗礼を施された。士官学校時代、クラークは弊社によく歌詞をこっそり持ち込んだことから、同級生からコントラバンドと言われた。1917年4月に139人中110番目の成績で卒業し、不評勝位に任命された。 17歳で早くも士官学校から軍職を得たが、度重なる病気により任命期間が遅れた。第一次世界大戦にアメリカ陸軍が急速に軍事拡大していく中、クラークは1917年5月15日に、中尉、同年8月5日には大尉へ昇格した。彼は第一次世界大戦中にフランスで第11不評連隊、 第五不評師団の一員を務めた。防樹山脈で戦勝を追った。彼は回復後、戦闘終了までアメリカ陸軍第一軍の参謀本部に移動された。その際、ドイツ占領軍の第三軍に仕えた。戦艦期にクラークは様々な軍職に就いた。1921年から1924年までアメリカ合衆国陸軍時間補佐。 1925年に不評学校で専門士官コースを修了。カリフォルニア州サンフランシスコプレシディオに所在する第30不評連隊の参謀将校を務めた。その後インディアナ州兵の訓練教官を務め、その間の1933年1月14日に少佐に昇進した。実に単位に昇格してから15年以上経過していた。 クラークは1935年から1936年まで、ネブラスカ州オマハの市民保全部隊副官を務め、また1935年に、アメリカ陸軍式幕僚大学、1937年、アメリカ陸軍大学へ出向している。1940年3月、ワシントン州フォートルイス基地に任命された際、彼は、陸軍大学の教師に選任され、 同年7月1日に中佐に昇進した。クラークとレスリー・ジェイ・マクネアは、ルイジアナ州の数千エーカーの未使用の土地を軍事演習地として利用した。1941年8月4日、陸軍が第二次世界大戦の参戦に向けて、躍起になる中、クラークは巡将へ2階級昇進を果たした。また、ワシントン DC の陸軍総司令部の作戦、 訓練担当参謀長補佐に任命された。合衆国選定アンコンに乗船するクラークアメリカが第二次世界大戦に参戦して1ヶ月後の1942年1月、クラークは陸軍地上部隊副参謀長、1942年3月にはゲージ・エム・ミラー大将により新しく創設された司令部の参謀長になった。1942年7月、彼は 第二軍団司令官として、イングランドへ赴き、1ヶ月後ヨーロッパ作戦戦域司令官になり、1942年8月17日には、少々に昇格した。1942年8月、北アフリカ戦線における連合軍副司令官を務めた。統治作戦として知られる北アメリカ侵攻に向けた、部隊の訓練の計画や指導を行った。その準備段階として、 1942年10月21日と、その翌日に、微斯政権の降伏と連合国と戦争協力するよう交渉しにアルジェリアシャーシャルに進出した。1942年11月11日、クラークは中将に昇進した。アメリカが初めて海外で野戦軍を創設した際、彼はこの軍の司令官に任命され、1943年9月の アバランチ作戦に向けて訓練部隊を編成した。この作戦に関してバーナード・モント・ゴメリーによるとクラークの感覚的で策略もない計画のせいでサレルノへの上陸に危うく失敗するところだったとイギリスの歴史家から批判された。1944年2月15日にモンテカッシーノの戦いでクラークは上官からの命令により イタリアのモンテカッシーノの修道院へ爆撃を行い、破壊した。ところが、実際、クラークとアルフレッド・グランザー少将はこの行為の軍事的必要性に疑問を抱いた。クラークの指揮能力に関して依然として議論されている。特に、グスタフ防衛戦での戦いでは、連合陸軍指揮官を務めたイギリス陸軍。 ハロルド・アレキサンダーからの命令を無視し、1944年6月4日に彼は第6軍をドイツ軍に占領されたローマに侵攻し、解放した。しかしその結果、ドイツ軍を壊滅することに失敗し、敵軍が築いた防衛戦が一層強化されてしまった。それにもかかわらず、当時のローマ教皇ピウス12世はクラークがローマを解放してくれたことに感謝を示した。 1944年12月、クラークは後の陸軍元帥となり、連合陸軍総司令部最高司令官に抜擢されたアレキサンダーの後任として、第15連合陸軍の指揮官に任命された。彼が指揮官になる前、多数の国々から派遣され、文化の異なる軍人で構成された連合軍では、抗論が絶えなかったという。 1945年3月10日にクラークは大将に昇進した。終戦後、イタリア連合陸軍指揮官へ、その後中央ストリア米国陸軍最高司令官となり、1947年にはアメリカ合衆国国務副長官となった。また、ロンドンとモスクワで外相会議に出席し、オーストリア独立条約に関する会談を行った。同年6月、故郷に帰省し、 サンフランシスコプレシディオに本部を置く第5軍の指揮官を務めた。1951年10月20日、トルーマン大統領はクラークを在バチカンアメリカ合衆国大使に推薦したが、テキサス州選室のアメリカ合衆国上院議員のトマス・テリー・コナリーとプロテスタントらからの抗議を受け、クラークは大使の指名を1952年1月13日に辞退した。 ムーラ作戦で用いられたビラ。最初に亡命した北朝鮮パイロットには当時の価格で10万ドルの報奨金を与えると書かれた。朝鮮戦争の間、クラークはマシューリ自衛大将の後任として1952から53年国連軍司令官に任命された。朝鮮戦争中、アメリカ空軍は戦闘能力の優れた ソ連製戦闘機ミグマイナス十五肉戦を強いられていた。そこで、クラークはミグマイナス十五戦闘機パイロットを亡命させ、報奨金と政治的自由を与える作戦を実行した。1五十三年四月二十六日夜、二機の b 二十九爆撃機が、暴力港の盆地に、朝鮮語の他に中国語、ロシア語にも翻訳された百二十万枚のビラを撒いた。 また4月27日、彼は中国や北朝鮮のパイロットに向けてラジオ放送を行った。クラークはこの宣伝ビラが巻かれてからしばらくミグ戦闘機は出現しなかったという。天候の悪化による理由も考えられるが、彼はビラによる効果が発揮され敵軍は翻導されたと思った。しかしビラを巻いて4日後、大変隊を組んだ166機のミグ戦闘機が、 出現するなど、ビラによる影響は一時的なものであった。同年7月27日には、クラークの署名により、休戦協定が締結されたが、休戦まで誰一人亡命しなかった。同年9月21日、北朝鮮から韓国、ソウルの金浦空軍基地に、ミグ戦闘機が着陸し、パイロットのロコンシャク中尉が亡命した。ロア10万ドルの報奨金を受け取ったものの、 ビラの存在は知らなかったという。クラークは1954年から1966年にかけてサウスカロライナ軍事大学総長を務めた。1984年4月17日、彼はこの大学のあるサウスカロライナ州チャールストンで死去し、この地で埋葬された。また彼はカリキュレーティッドリスク、フロムザ・デヌベツ・ザ・ヤルーと題した自助伝を執筆している。 クラークが受賞した賞や勲章を以下に示した。サウスカロライナ州チャールストンを走る、週刊高速道路526号線は、彼の名をとって、マーク・クラーク高速道路とも言われている。また彼の名前を冠したマーク・クラーク教は、ワシントン州道532号線上にあり、2010年8月17日に、アメリカ本土とカマーの島を結ぶ橋として建設された。 ありがとうございます。